会いに行くみたいな感じですかね、うん、あの海の中に妻がいるんだと思うとね、やっぱり、まあ、創作もそうですけども、普段のその練習の時でもなんかちょっと会いに行くような感じ、近くにいるのかなというような感じで。まあ、今までそうですね、創作とかいろいろしてるんですけども、妻のものはまだ見つかってはいないんですね。まあ、他にはいろんなそのアルバムだったり衣類だったりというのはまあ、誰のか分かんないんですけどね。最近でもそのご遺骨が見つかったとかね、そういういろんなニュースがあるんで、やっぱり諦めずにね、創作続けるのが大切かなと思っています。妻が送った最後の、最初で、まあ、最後になっちゃったんですけど、メールがあってですね、帰りたいっていう一言が書いてあったんですよ。まあ正確に言うと、大丈夫クエスチョンマークがあって、帰りたいっていう内容なんですけどね。まあそれでやっぱり今でも帰りたいだろうな、連れて帰りたいなっていうのがあってですね。